毎度、京極ジロです。はい。ついに決まりましたね。早いですね。武井良樹君、プロ5000名 OPBF の東洋太平洋のタイトルマッチ挑戦。すげえ。早いですね。スーパーバンタムのクラスでこんなスピード速いタイトルマッチはなかなかないですよね。僕で6戦目やったんで。ああ、それよりも早い。早い。しかも、全 KO で勝ってきてて、まあ、ファンの期待を超えるパフォーマンスで勝ち上がってきての今回のタイトルマッチでしょ。すごいね。まあ、もういずれタイトルマッチのチャンス来るやろなと思ったらね、はい、決まりましたね。いつでしたっけ ?8 月26。8月26。8月26。はい。すごいな。まあ、メインでしょうね。はあ、多分そうだと思います。対戦相手があれですよね。フィリピンの選手ですよね。ペペ・アポリナル選手。ペペ・アポリナル選手。この選手あれなんですよ。あの渡辺ジムの先輩の久我さんを1ラウンドでぶっ倒した。あの時の、うん、わけさんもぶっ倒したあの選手に勝った選手なんですよね。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、そのめちゃくちゃハードパンチャーのあの選手に勝ったのがそのチャンピオンですね。あ、だそのでもその選手ねあんま見たことないんですよ僕。ただ久我さんはあの話したんですよ、あの選手負けたって、はいはい、チャンピオン入れ替わった、はいはい、そのフィリピンの選手でもまあまああの強さもあるしなんか上手さもある選手でっていう風に話してたんですけど、うん、映像は見てないんですけど、まあそのね1ラウンドでぶっ倒した久我さんをぶっ倒したやつに勝ったチャンピオンなんで、いや強いと思いますよ。キャリアも結構ありますよね。16勝 10KO2敗。16勝 10KO2敗、 170cm。 あ、強いね。まあ、体格差はそんなに差はないんかなって思うけど、まあ、プロでね18戦やってて KO 率もね16勝のうち 10KO、はい、そうですね、してる、まあ、フィリピンの選手結構ねハードパンチャーの選手多いんで、そういうなんか国でこういうトレーニング法もあるし、それこそ体つき、はい、あの日本人やったら日本人の、中南米の選手は中南米の、まあフィリピンなんでアジアの、はい、フィリピンは結構こうバニッシュの、あの根血、はい、いろいろそういう植民地イギリスとかそういうの入ってるから、まあ、そういういろんなこうハイブリッドされてる純血のアジアっていう感じじゃないフィリピン人もやっぱ多いので、なそうやっぱそういう体の作りというかもありますよね。でもフィリピンの選手はめちゃくちゃフィジカルやってるんですよ。練習ももちろんそうなんですけど、フィジカルも結構大事にトレーニングしてるとこなんですよね。だから体が強い、うん、打たれ強さもせえしパンチある、うん、ただ気持ち弱いやつが多いイメージ、ボディとか打つと弱気でこうもう勝負捨てるじゃないけど、はいはい、っていう選手は多いイメージなんで、まあ今回ね、あの今まで以上にハードルというか求められる動画が高い難しい試合になるかなって思うけど、まあ勝利予想は相手の映像とか全く見てなくてわからないんで、はい、そういうのは難しいですけど、まあね、武井良樹君はねこう目指してるとこはアジアじゃないんで、はい、まあもちろん世界だと思いますし、まあ今回この5戦目でこう掴んだチャンスしっかりものにできる選手やと思うんで、まあそうですね、今回の試合はしっかり勝ってベルト巻けばより選択肢増えると思うんですよね。え、そうなるとランキング入ります世界？世界はねまだまあ入んないんじゃないですか。うん、ただ1回ぐらい防衛すれば多分入ると思いますけど、まあ、OPBF なんでね、 WBO アジアかどっちだ、 OPBF 東洋、そうよ、はい、どっちの方があれなんですか。 OPBF は WBC の地域タイトルなんで、はいはいはい、参考 あれされるのが多分 WBC の方なんですよね。多分防衛すればランキング入んじゃないですか WBC に。まあ今までしっかり KO で勝ってきてるけど、多分今回の試合はね12ラウンドあるんで、まあ、しっかり12ラウンド戦うつもりで準備すると思いますし、確かに見たことないですもんね長期ラウンド。そうですね、まあいろんなプレッシャーあると思うし、 K1 の世界チャンピオンの肩書きでボクシング転向してきてすごいこう求められるものって大きいと思うけど、まあ、彼はすごいそれの期待を超えるようなパフォーマンス出せるような選手やと思ってるんで、これはもう楽しみですね。しかもその相手選手井上尚弥選手のスパーリングパートナーで来たことある選手なんでしょう、はい、これね結構多いんですよ、パートナーで、はいはい、あの来日して井上尚弥のパートナーしてしましたっていう選手いますけど、はいはいはい、みんな壊されてるからね、みんな帰りたい帰りたいって言ってるらしいですフィリピンで、フィリピン行った時に言われるんですよ、モンスター井上尚弥知ってるかみたいな、はい、知ってるよっつって、でみんなこう誇らしげに俺はパートナー行ったからんやとか聞くんですけど、はい、みんな帰りたがってたっていうエピソード聞いてるから、あこいつもいやいやしてたよなとか分かるわけですよ。はいはい、もうみんな途中で帰国帰りたいって言うらしいんですよ。けどこの人2回目らしいですよ、2回来てる。あタフですね、2回おかわりされたってことはまあ打たれ強さあるんでしょうね、ちょっと楽しみですね。でももうだから向こうのフィリピンとかそれ海外の選手でスパーリングパートナーで井上尚弥に抜擢されたやつっていうのはもうステータスなんですよ。
ああなるほど、ね、俺はあのモンスターとスパーリングパートナーで行ってたんやぞ。あ、自慢それ。そう、自慢げ話してくるんですよ。俺パートナーで行ってたとか。そう、井上尚弥のパートナーで行ってた自慢。へー、みんな行ってるんですね。え、しかもバウンドフォーバウンド1位ね、1位になりましたからね。まあまあ、それ面白いな。武井良樹君はね、そういう環境の中でトレーニングしてるし、そういうね、モンスターいるバウンドフォーバウンドのいるジムで練習してるし、この試合は楽しみですね。まあ勝ってほしい、あの予想っていうかはできないですけど、期待はもうめちゃくちゃしてるから。まあこのベルトを勝って負ければ、まあ、国内のトップの選手とその交渉できる立ち位置になるので、より、まあ、日本ランカーだけじゃなくて、まあ、世界ランカーとかね、あのそういうチャンス広がる大事な一戦やと思うんで、多分皆さんが思ってる以上にあの K1 とかのファンの人たちが、まあ武井良樹なら余裕でしょみたいな思ってる人もやっぱたくさんいると思うんですよ、はいはいはい、今まで KO でずっと勝ってきてるし、そう簡単じゃないから。でもその簡単じゃないこの試合をパッて KO とかで勝てればもっと評価上がるし、ボクシング関係者とかはより武井良樹君のことを認めると思いますしね。確かにまだそう見られてないかもしれないですね、うん、僕は結構認めてるというか、すごい強い選手やなっていう、ああいうプレッシャーの中でしっかりあの結果残してる選手なんで、やっとこのタイトルっていうね、箔がつく大事な一戦はちょっと楽しみやなっていうふうに思うんで、武井良樹君もね、勝てばベルト負ける大事な一戦なんで、プレッシャーあると思うけど、うん、しっかり勝ちきれると思いますけどね。こんなに早い人っているんですか、5戦目で。5戦目はね、2番目ぐらいじゃないですかね、うん、田中康生が4戦目なんですよ。あ、 OPBF です。井上尚弥も5戦目かな。はいはい。やけど井上尚弥は4戦目で日本タイトル取って、5戦目で確か OPBF なんですよ。いやでもね、その一流のね、トップの選手と肩並べるぐらいの選手っていうのはね、疑いようのないことなん、事実なんで、いや武井良樹君楽しみやな。そうですね、うん、とりあえずまあ相手の映像見てないからこう予想とか難しいと思うけど、まあ、武井良樹君のこの応援コメントかな、ぜひコメント欄でやってくれたらね、嬉しいですね。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。